発災直後、この道は濁流が流れ川のようになっていました。現在は道ということが確認できるまで水が引いています。そしてあちらでは重機を使って川の土砂を取り除くための作業が行われています。静岡市葵区の山間部湯山地区、台風15号で被災してから間もなく3週間。今日も朝から復旧作業が進められていましたが、最上部にある旅館には依然大量の土砂が残されたままです。ここがまさにあの川のように濁流が流れていたところですよね。はい、そうです、はい、今はあのようやくちょっとアスファルトが見えてきて、元があの道路だったっていうのが分かってきたんですけれども、うん、濁流が全部ここで木や石などが全部詰まってしまいまして、あの今はこう積もってしまっているような状況です。創業58年の湯山温泉元湯館、台風の大雨で大量の土砂と瓦礫に埋め尽くされました。旅館に続く道が寸断され、重機は入れず復旧作業は進んでいません。ここが温泉があった場所ですか？ここの土砂が埋まっているところがお風呂だった場所です。ちょっと信じられないような状況にも感じるんですけど、まだ本当に何にも手つかずで、中の作業もまだ全くあの土砂をかき出すこともまだできていないですし、まだまだあのこれから長い時間をかけてやっていく作業なのかなと思っております。一方で今できることをと、ある取り組みを始めました。皆様にあのクラウドファンディングとかしてみたらどうっていう声を本当にたくさんいただきまして、それからまず始めてみたらいいのかもしれないと思ってあのやり始めてみました。建物の清掃や解体作業費、それに復旧に向けた設備の購入費を募るため、発災から2週間となった今月7日募集を開始。支援は瞬く間に広がり、4日で目標の300万円を超えました。もう本当に皆様からの、 あのご支援とあの温かいお言葉をいただいて、もう本当に皆様のなんかこう優しい気持ちが、ね、たくさんいただきまして、本当にこう心強いというか励まされております。まだここをどうしていくっていうのは本当にまだ全然わからないんですけども、どこまでやれるかは本当にわかんないんですけれども、あのこの湯山温泉はあのできる限り守っていきたいなとは思っております。